さあそれでは続きをやっていきましょうと思うのですが、さあ今日は何をやろうかなっていうところなんですけど、まあいろいろまだねやることがいっぱいあってじわじわとやっていこうかなと思います。ここのパーツなんですけれど、これ説明書を見るとですね、シルバーで下に塗れという指示がねあるんですよね。これこれって言っても載ってないな。要は下の方、まあ例えばこれで言うとこんな感じね、ここの下のところをシルバーで塗れっていうような指示があるんですけれど、ここにシルバーを塗ってしまうと接着した時に溶けて、シルバーが溶けてしまうんでね、このねクリアパーツにまずオレンジを塗って、その後裏にめんどくさいんでこちらね、逆こちらで色を塗りました。でまあ乾いたと思うので、これをねじゃあ接着するときにまた溶けちゃうじゃんかと思われるんですけれど、ここをデコプリでいくんですね。そうすると溶けずに済みますよと。おへそよいしょ。でそんなにたっぷりね塗る必要はないんで、たっぷりだな、あんまり塗りすぎるとさ夢中って飛び出てきちゃうからね、まあ程よく適当に塗ってペタッとくっつきましょう。でそうするとこの下のシルバーの色が溶けてないでしょね、っていう感じ。まあここのね赤のテールランプの部分も裏さっきのペンで塗ってあります。これエナメル溶剤で取れるんでね、はみ出しても大丈夫ですよ。まあそんな感じでちょっとグダグダやっていこうかしらというところですね。まあなんかこのいろいろ下ごしらえの準備にえらい時間かかっちゃって、なかなか動画の撮影ができなかったな。下ごしらえやらなんかいろいろやることが多くて、ね、こんな感じですね。ね、普通自然な感じに仕上がるんで、もちろんこのちっちゃいところもね一緒。これはフロントかな、ちょんとちょんと塗っておいて貼るよっと、貼るというか乗せるだけでくっつくんでね、こんな感じいいんじゃない。でまあね、もちろん固まるのに若干時間がかかるんでね、先に貼っておいて放置しておきましょう。でその間にいろんなことやるよと、逆こっち、エナメルで溶けるっていうことは多分成分的にエナメルだと思うからね、あのシルバーがねなかなか乾燥するのに時間がね数時間じゃ乾かないんですよね。いい感じ、よし。で次いきますか。これねこのままもうすぐにボディにくっつけたいところではあるんですけど、ちょっと乾燥をねさせてある程度の固定をさせてあげましょう。よーし、ということでこいつはおしまい、さよなら猫ちゃん。で再び、前回もね他のプラモでやったんですけど、ベルトの部分をミラーフィニッシュで貼って綺麗に見せていこうかなと思います。ベルトじゃないや、なんだろう、あそうか、ベルト、シートベルトないんだよねこのキットってね。まああんまり追加パーツをしないタイプなんで、そのまま行こうかなとも思うんですけれど、まあちょっとそれはそれでまた考えよう。何もなければそのままスルーしていったんだみたいな感じで、でカッターの刃はね切れる状態にしておきましょうね。ポチッと、でできるだけ細く、できるだけっていうかまあその幅に合わせて細めにしておこう。こんなもんかな。こんなもんでしょう。うち。で。こんなに長くはいらないので、色指示を間違えるとかっこ悪いんで、
これ結構でもね情報量が足りないんだよな。あのねなんかねいろいろおかしいところがあったんですよ。塗装とかなんかいろいろさ、やっぱこう乾燥時間とかに説明書を眺めて、うーん合ってるかなどうかなとか見てると結構情報が誤ってたりとかもしてたんで、よいしょ、あれ横着位切り方したらダメだな。横着位って言うか、横着位、横着位って方言か、わかんねえ。いいよ、まあ塗り分けというかなんというかって感じだね。これどっちだ、これはどういう向きにつくのかいまいちわかんないけど多分こっち向きだ。ここに貼ってこれを引っ張りながら一周させる。ここにボッコがあるんでそれにしっかりなじませて、貼っていく。あ、映ってる、映ってるね。ちょっとすみませんね、ちっちゃい画面でね。で、この余分な部分は切るよと。で、ここはね、よく切れるハサミで切っておこう。このハサミね、いいんだよね。一応エッチングパーツ用とはなってるけど、エッチングパーツ切るとね、すぐ刃がダメになっちゃうんで、こういう細かいところを切るようにしてます。こんな感じ。で、もちろんあと他にもね、ちょっと色をさしていかないといけないんでね。で、これを放置しておくと、後で邪魔になってくるので、ちゃんと処分しておこう。よし。で、次ですね。他にもいろいろ。これ。このタンクの部分も、こいつで貼ることになっているので、貼っていこう。こっからぐるっと一周して、こんなもんか。ちょっと長い。まあ、長くしとけばね、後で切って、足りないのが一番困っちゃうからね。こういうことをしながらどうでもいい話でもしたいんですけど、どうでもいい話が、あのすいません、あの皆さんのねコメントいただいて質問とかもいただいてるんですけど、どうしても急ぎの質問は個人であのメールいただければできるだけ早く返すようにしますんで、気になる方はねちょっとそちらにメールアドレス知らねえよってね思われる方ねいらっしゃるかもしれないですけど、メールアドレスはねあそこに貼ってあるんで、あの下の概要欄にそちらにいただけるとね、あのコメントでのお返しよりも確実に早いと思うので、急ぎの場合はそちらにお願いします。で、あと皆さんのねハートマークつけてないんですけど、しっかり読ませてもらってるんで、あのスルーしてるわけじゃないんでね、ちゃんと読ませてもらってます。この前はね、なんかあのおすすめのラックありますかとかね、塗料が増えてきてしまってって、くまくまさんだったかな、おすすめってね結構ねないんですよ正直。自分の制作というかスタイルに合わせた、鍋さんみたいに在庫を持つ人間だったらとか、そういったのでね結構のおすすめってないんですよね。結局ねラック使ってないことが多いんで、あんまり本当に使わないよっていう塗料のためのラックぐらいしかなくて、増えすぎてくるとあとはもうほとんどあの裸でこう置いてあることが多いんで、その方が、昔動画でちょっと流したと思うんですけど自分の部屋の紹介みたいなので、塗料がさこうだんだんにこうね階段みたいになってこう並べてあったと思うんですけど、あれが一番こう斜めから見てさ何を持ってるかが分かりやすくていいんですよ。ああいう置き方が一番いいんじゃないのかなって思っちゃう。塗料だなってほんと困るんだよね。かっこいいから欲しいなとも思うんだけど、意外とねあってもね使わない、持ってるけどね。だからこれがおすすめっていうのは正直ないかな。昔視聴者さんにいただいた木のこういうやつあるんだけど、
浅野さんにいただいたんだったかな。それはね、あのよかったっていうか、たまにしか使わないやつをそこに置いてた。できた、ね、やっぱりこの、ね、フィニッシュで決めると様になってかっこいいね。あとここの先端がシルバーなんで、これも後でちょっと塗っておく。これをだからこうやって使うんです。これで、これなんかいかにもパイピングしてくださいねみたいな感じになってんだけど、パイピングわかんないんだよね。どこにどう伸ばせばいいか。適当にやっておくだけでもなんかいい感じになると思うんで。あ、そうそう、あとね、視聴者さんからね、年賀状ね、いただきましてありがとうございました。ちょっと名前は一応伏せておきますけど、ありがとうございました。わざわざね、そんな気使わなくてもよかったのにありがとうございます。こんな感じ、なんかね、一気に様になったね。年賀状ね、年々減ってくけどさ、自分が出してないからね。明けましておめでとうございます。遅えよって感じだけど。で、次はまあそんなところか。こわーって、あれ、ハンドル、あれ、俺ハンドルがないんだけど、どこ行っちゃった。まあいいや、後で見つけたらやっておこう。まあそんな感じっすかね。あとこれだから、今のなかなか色がなんか覚えづらいんだよな。ここゴールドで塗れみたいな感じになってんだよね。ゴールドもありますね、ちゃんと。結構ね、これあの筆跡もそんなに、まあ小さいところにしか塗ってないっていうのもあるんだけど、から結構いいんだよね。ちょっとした時塗るにはいいかもしれない。だけどまあ筆だから、筆じゃないや、あのペン先だから、あんまりこう細かいところまでね塗れないけどね。なんか塗料の出が悪いな。金色なんか久しぶりに使ったからな、ゴールドなんか。でもなんかこれきっとね、内装がさ、情報量が多すぎて結構ね時間がかかるっていうか大変。まあそこを醍醐味として作ってんのかな。あ、全然筆届いてねえや。くちゅくちゅ、あのナビさんの動画リビングでいつも見てますよってコメントいただいてありがとうございます。本当ね、なかなか気まずい空気が家族の中でね流れないような話題を出していかないとなって。最近あんまり言わなくなったんですけど、ちびっこのね皆さんはねどうですか。冬休み宿題終わりましたか。遊んでばっかりじゃダメですよ。遊ばないといけないけど、勉強もねしないとね。やっぱり勉強とのバランスだね。遊んだ分だけ勉強して、勉強した分だけ遊ぼう。遊ぶの義務だからね。もうだけど勉強も義務だからね。こんな感じ、下手くそ。よし、でこれはね下にちょっとぼっちが出てるんで、そこにあれ、どこ行っちゃった。あったあった、こういう目玉クリップでちょっとこう加えてね、保管しておこう。たまにあれピンって飛んでちゃったりするからね、焦るんだよね。あらい、どこ行ったみたいな。データ次、これはさすがにちょっと塗料を出さないといけないかなと思うんだけど、ここが白でここが黒なんだよね。黒の部分を塗っていこう。
で、最近アクリジョンばっか使ってるんですけど、今回はエナメルでいきます。なんでって言われるんですけど、エナメルしか今ないんですこのセミグロスっていうのがアクリジョンでなくて、販売はしてるかもしれないけど手元になくて、かなりね、マットなんですよ、あれが。セミグロス、アクリジョンの、よいしょ、艶消しっていうのがね。だからあんまりやりすぎるとちょっとマットすぎていかんかなと思って、真ん中にこれシフトレバーが来るから真ん中はそんなに塗らなくてもいいんだけど、この外見はね、ちょっとこうちゃんと塗って見えてくるところなんで、この真ん中にシフトのパーツが来るんですよ。ここは膨らんでるんで、あんまり押し当てずに上面だけ塗っていくような感じで筆を走らせていけば、まあはみ出ることはないかなと思います。映ってるね。この辺でやればいいか、上面だけね。意外とこう体だから横にこう走らせるよりも縦に走らせた方が、筆も縦の方にこうねやった方が、筆が跳ねたりとか体の何だろう、動きやすい形上、縦にこう動かした方が綺麗に線が引けるから、縦にやった方がいいですね。こんな感じ、できるだけ縦方向に。結構多めにドボットっていうと言い過ぎだけど、まあそこそこ、あんまりカラッカラにしてしまうと何回も塗り重ねて失敗して変な風になっちゃったりするから、まあそうならないようにね、ちょっと多めでもいいから、乾けば問題ないから。まあそうペタペタ触る場所でもないし、あともうここから接着剤でシフトレバーをつけちゃうだけなんでいいかしらと思います。結構ディテール細かいんだよね、ここ見て、このスイッチとかちゃんともう最初からこんな風になってんだよ、綺麗だね。で、あとはこんなとこか。あとこの辺もちょっと金色に塗るみたい。結局金色出さなきゃダメなのかな。時間どう？あ、もうなんだかんだいい時間になってきちゃったな。まあこんな感じでね、どんどん筆とかペンとか駆使してやっていくといい感じになると思います。でね、結構色を塗る指示がないところが多いんですよ。なのでちょっとこう、なんだろうね、ディテールを増やすっていうか、情報量を増やした方が見栄えがいいんで、そういったとこちょっと気ぃつけながらいろいろやっていくとかっこいいかもしんない。これもさ、結局塗るところ、これ指示ないんだよね、確か塗装の指示が、変な話で。だからこれもさ、写真だとこんなぼちぼちとかないしね。だけどこの辺こうやってここさ、こうやって塗っておいた方が格好がいいし、もうなんだろうな、情報量を増やすってかっこよく見せるために、多少のこのなんだろう、見せるために何かこうしておいた方がかっこいいと思う。本当はね、真っ白なのかもしれないよ。だけどまあただね、見せるだけのためにちょっとこう嘘でもいいから色を塗っておいた方がいいんじゃないかなって思います。これやりづれ、うわやりづれ、あ手ついちゃったし、まあいいや。よし、できた。こんな感じでね、やっておくとなんとなくね、それっぽい情報量というかになるんで、
こういうのもやるといいんじゃないかなって思います。ここのキャップの部分とか指示はないよ、指示はないけど塗っておくとそれっぽいかなって、まあ黒かシルバーで塗っておけばいいんじゃないかなって思う。まあ時折ねゴールド入れたりなんかしたりしてねやっていくとまた雰囲気がね出てくるんで、こんな感じ。すげえ適当だなお前ってね。よし、まあという感じでねどん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 色をね塗って足していこうかなと思いますね。こういうのとかなんかいろいろここにも塗る指示とかねあるんだけど、これ塗る指示ないんだよね。まあでもこう全体的にもうシルバーになっちゃってるから、ちょっとこの頭の方だけこう黒く塗っておこうかしらとかやっておくと、なんかやった感があるね。あと家で余ってるなんかちょっとパイプ探すかな、こう適当でいいからこうどっかにこうやってなんか這わせてやっておくとかっこいいかもしれないね。適当にやってみよう。よし、まあという感じで今日はね筆塗りとメーターのねあのシルバーの部分は結構大事なことかなと思います。見ての通り溶けてきてないんでね、よくね接着剤こう流し込み立ててここブシャーってなってさ、下のシルバーの色が溶けちゃったっていうことよくあるんでね、気をつけましょうっていう感じでございました。じゃあ今日はこの辺にしますか。よし、ではまた。